1979年のヤクルトスワローズでは、1979年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、広岡達郎監督の4年目のシーズンである。前年に初のリーグ優勝と日本一を果たしたヤクルトだったが、オフに中心打者のチャーリーマニエルを守備走塁に何割との理由で放出。そして迎えた、 開幕戦で対応の田代富夫に3打席連続本塁打を浴び大敗するとそこからズルズルと8連敗を起死大きく出遅れる5月に巻き返し5月26日にはマニエルに代わる新外国人ジョン・スコットが阪神とのダブルヘッダーで第1試合に2ラン満塁第2試合のソロ3ランのサイクル本塁打の活躍でチームは5割に復帰するしかし そこから貯金を作れず6月に再び再開に転落すると、さらに下旬には再び8連敗を喫し、5位の座が大きく遠のいていった。打撃陣では、マニエルの遺跡で、マークが厳しくなった、大杉カツオと切り込み隊長のデーブ・ヒルトンが大きく、成績を落とすなど、チーム打率は再開。一方の投手陣も、前年15勝の安田武氏が、右膝の故障でわずか1勝。 マニエルとの交換で近鉄から一席したカンベット潮も6勝止まりと振るわず、チーム防御率は4点台後半4.60と、こちらも最下位に低迷した。8月中旬には、セリーグの借金を独占するなど低迷から抜け出せない、チームは8月14日に森正彦ヘッドコーチと上村義信投資コーチの休養を発表すると、3日後には、広岡監督が辞任を発表。 投打の主力が故障や不審にあえがヤクルトは前年の日本一からわずか1年で1971年以来8年ぶりの最下位に転落。5位の巨人に8.5ゲーム離されたものの唯一勝ち越して全球団負け越しは免れた。ありがとうございます。